医療通訳セルフトレーニング動画へようこそ。この動画の使い方を簡単にご説明します。まず、コンピューターとノートを用意しましょう。ノートを聞き手側、コンピューターをその反対側に置きます。準備できたら動画をスタートしましょう。動画を聞きながら必要に応じてノートテイキングしましょう。 それぞれのシーンではセリフの後に無音の状態が約3秒から10秒続きます。その間に通訳を試みてください。セリフが長かった場合や役がすぐに出なかった場合には無音の長さが足りないこともあると思います。その場合はスペースキーを押しましょう。 動画が一時停止します。再開する場合は、もう一度スペースキーを押しましょう。動画の再生がリスタートします。また、カーソルキーを使って動画の巻き戻しや先送りができます。左が巻き戻し、右が先送りです。それでは、 医療通訳セルフトレーニングのスタートです突発性難聴今日はどうされましたか When I woke up this morning, I felt like my right ear was blocked up and I found myself having difficulty hearing. 起きていきなりですか? Feel dizzy. 糖尿病や心臓病などの気用はないのですね。今服用している薬はありますか No, I'm not. I've been lacking sleep a little because I've been busy at work. Otherwise, I think I'm in good health. I have health checkups every year and there are no problems found at all. そうですか? 1>, 1日の睡眠時間はだいたいどのくらいですか I think getting tired from work is not unusual, but I have a little complicated relationships at work because I've just changed my job and all my colleagues are Japanese. It's true that I'm under stress to some extent. そうですか。ストレスも突発性難聴を誘発する原因ですので、決して油断はできません。So, you mean I have sudden hearing loss? 精密検査をしてみないとまだ確定できませんが可能性は大きいです。今日は人音聴力検査、平行機能検査、MRI 検査をしましょう。検査結果が出ましたらまた詳しくお話をしましょう。 I understand. Will we get the results today? 今日出ます。検査がすべて終わりましたらまた診察室に戻ってきてください。 MRI では異常が見つからなかったので、腫瘍によるものではないと思われます。 行機能検査も問題ありませんでした。しかし、純音聴力検査では右だけ周波数 125Hz と 250Hz は 40dB でしたので、おそらく低音域を中心とした難聴かもしれません。

軽度の難聴なので、手術も入院も必要ありませんが、発症後1週間以内に治療を開始することが大切です。 後遺症の残る可能性が低くなるからです。I was lucky that I have noticed it and came to see you right away today. そうですね。予ゴは大きく変わりますね。ただ、当分、吸引する必要があるので、お仕事などは大丈夫ですか休めますか ?How often should I come to see you? まず、ステロイド剤を1週間分出しておきます。1週間後にまた聴力検査をしてみましょう。悪化する場合は他の病気の可能性も考えられます。Do you think that 突発発性難聴であれば、再発はしません。同じ側の耳で繰り返し難聴が起きる場合はメニエール病などの他の病気の可能性もあります I understand. 理想としてては安静期間を取っていいたただきたいですねどうしても難しいなら過度な運動を避けてより多めの睡眠をとりましょう。

<I> understand. 薬の飲み方については薬剤師の方から詳しく説明してくれると思います。もし薬を飲んでアレルギーのような症状が出たらすぐに連絡してください。 I see.1 週間後にまたいらしてください。Thank you, Doctor. この動画が役に立ったという方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。